この芝中殺の指導見せてやろう。この大河に劉備と孫権の命運を絶つ我が盛況なる彰子を奮戦せよ。今川に孫権軍襲来、夜陰に乗じて乗り込んできました。この敵は遅いよ。真の狙いはこちらの戦場。深追いする必要はない。本陣を守る程度に増やしてほしい。次はないぞ、死ぬ気で守れ。撃てよ撃てよ。遅れを取ってばかりでは申し訳ない。我らも進軍せねば。敵将、私が討ち取った。いや、立派立派。抗うな。この御主計が相手だ。逃がしませんぞ。堂々勝負せよ。今が好機。私が討ち取った。これは船同士をつなぐ連関の剣か。このままでは家計で大打撃を受ける。この策の主、多分俺が知っている男だ。探そう。俺についてきてほしい。この大戦乱に連関の刑事さすがバレちゃしょうがないね。でも邪魔はさせないよ。強気フィアさん、気が変わったか。残された時間は少ない。東の船を振り込んで敵船を迎撃して、そこだけを切り離せば連勝を防げるはずだ。無策で済まされる身分は無理。どうやら引っかかっちまったみたいだね。曹操軍よ、我らが闘志の炎を喰らえ。抗うな。なんとこの船だけ切り離しておったんだ。逃がしませんぞ。はせめてお主の首をもらって帰ろうか。すごい。いい頃合いよ。その力どうやって身につけたんだい。反撃行、国に残る勝負を共する。
南に展開していたサイボウが離反した模様。サイボウ、これは敵の謀略かな。説得しに行った方が良さそうだ。どうしよう、この隙だな。近寄ると言うならこちらも本気で行くぞ。話を聞いてくれる気はないのだ。手洗いに行ってもらう。罹患の刑などであなたを失いたくない。最後私を信じて戻ってきてくれないかな。なんと、わしは…騙されていたのか。すでにお乗りを、共に敵の急所をつきますぞ。無策で済まされる身分じゃない。うおおおお、心臓口から出てきた。んなわけないんだな。驚いたぞ。遅れを取ってばかりでは申し訳ない。我らも進軍せねば。無策で済まされる身分じゃない。何、ここで敵襲だと。それ、姑息な真似を。一息に敵の喉笛へと食らいつくぞ。本人を強襲し孫権を討つのだ。ああ、見事なものだな。見ているだけで楽しくなってくる。俺の相手になってもらおうか。敵の思うツボだ。まだ私たちが負けたわけじゃないわ。最後まで諦めないんだから。結局敵の策破られたか。だが引き下がることはできん。逃がしませんぞ。敵将、私が討ち取った。
事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。私が討ち取った。完璧とも呼べる形で制することができた。お前たちの武勇と知略にこの総猛徳心から敬意を示す。さあ我らの勝利だ。みんな勝ち時をあげよう。おー